アングロアメリカ。より正確には、米州のうち英語が第一公用語の地域。アングロアメリカは、アメリカ州のうち、イギリスあるいは、イングランドと、歴史的、民族的、文化的、言語的なつながりが深い地域である。大まかに言えば、アメリカ合衆国とカナダからなる。これらの国々は、イギリスの丘陵で、英語を公用語とし、イギリス系住民が多く、 プロテスタント系キリスト教徒が多い。アングロアメリカは、ラテン系のスペインとポルトガルの丘陵だった、ラテンアメリカとの対義語で使われる。ここでの、アングロという説語は、イギリスのという意味で使われる言葉であり、ラテンという説語は、イベリアの、すなわち、スペインとポルトガルに限定された意味で使われている。アメリカ合衆国では、アングロアメリカ人という言葉は、 イギリス系住民という意味で使われることが多い。アメリカ合衆国とカナダは今日では、イギリス系住民の割合はそれほど高くなく、アメリカ合衆国では26%、カナダでは28%を占めるに過ぎない。多くの場合、アングロアメリカは、アメリカとカナダの意味で使われるが、違う範囲に定義されることもある。カナダのケベック州は古くは、 フランス領で民族的、文化的、言語的にはラテン系に属するフランス系であるが1763年のパリ条約以来イギリス領だったこともありラテンアメリカではなくアングロアメリカに含められる抗義には以下の国と地域をアングロアメリカに含めることがあるこれらの国と地域はすべて英語を公用語とするプエルトリコはアメリカ領であるが 1898年のパリ条約までスペイン領であり、スペイン語が第一言語であるなど、スペイン系文化との結びつきが強く、ラテンアメリカに含めることが多い。フォークランド諸島、サウスジョージアサウスサンドウィッチ諸島以外は、イギリス系住民がほとんどいない。このことも、これらの国と地域がアングロアメリカとされないことが多い理由である。ありがとうございます。